このようにブロックで表現された世界ですね。おお、はい、本来は明るい、今明るいですけど、実は支配されている大地は暗くなります。ああ、そっか、支配されてるんですもんね。そうですね。あ、これはって今土のブロックを拾ったところですね。削って、木も削って、はいはい、木材をゲットする。結構サクサクと。そうですね、サクサク、あの、はい、素材を取ることができます。ね、取れますね。まあ、集めた素材を作業台で薬草を作ったり、素材が、ええ、木の扉を作ったりとかですね。まあ、せっかく木の扉作ったんで、今これは家を作ってるんですね。本当にサクサク自分の好きな通りに、とても簡単に作れます。ちょっとドラクエらしいですね。ベッド飛ぶんでしょうかね。もちろんベッドで寝ることもできるんじゃないですかね。いいですね。やっぱりこの宿屋の看板は必須ですね。うん、なんかスライムがいる。なんかスライムいましたね。中にいましたけど。家の中にスライムいましたね。これ自分でこういう、まあ集落的なものを作って、まあ、ちょっと作り込んでいくと村人とかも生活するような人が来るんですね。あ、メッセージもついてましたね。これあのドラゴンクエストの世界をこうイメージした街を作ったり城を作ったりしてたところです。宝箱もありましたね。次はあのモンスターを狩るところですけども、モンスターとのアクション、あのバトルはアクションになります。お、これメ、今メラをブロックで避けたり、ね、ジャンプで避けたり、これはそんなことが、あ、おー、死にました。死んでしまいました。情けない。あ、ドラキーが。そうですね、実はこの高い山でドラゴンクエスト登れなかったんですけど、